いたずばチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらのウイスキーでございます。ボトルこんな感じでございまして、ネックの部分が異様に細いボトルでして、ボトルキャップの方がスイングストッパーボトルキャップということで、こんな感じで開けられる。ヨーロッパのボトルビールなんかはこういうの採用されてたりすることがあるんですけど、なかなかウイスキーでこのタイプのものっていうのはなかなかございません。今回のこのボトルなんですけど、ポーリセグレタリオディスタートウイスキー、イタリアンウイスキーでございます。イタリアンウイスキーといえば、2年前にイタリア唯一のウイスキー蒸留所のプーニをご紹介をさせていただきました。あの時にイタリアのウイスキー蒸留所はこのプーニだけというふうなお話をさせていただきました。で、今回のイタリアンウイスキーなんですけども、ポーリ蒸留所ということで、実はウイスキーの蒸留所ではなくて、グラッパの聖地ベネット州のスキャボンにある1898年創業のグラッパ蒸留所がウイスキーを初めてリリースをされたボトルでございます。こちらの方をご紹介をしていきたいと思います。2013年にですね、バチカン市国へですね、国務長官がこの町から選出をされたということなんですね。ピエトロ・パロリンさんという、現在もこの方、バチカン市国の国務長官をされてるということで、バチカン市国の国務長官と言うたら実感ないんですけど、やっぱり すごいんですよ。もうナンバー2ぐらいの位置におられる方で、まあ、その方がこの市から選出された時にですね、スキャバンの市長が、ね、これはとても、まあ、名誉なことで特別なことで、まあ、蒸留酒でお祝いするに値しますねという話をこのポーリ蒸留所のオーナーにお話をされたんですね。で、それを聞いたオーナーのヤコボさんっていう方なんですけど、このヤコボさんがウイスキーを作ることを決意をされたということで、グラッパじゃなくてなぜかウイスキーを作るというふうに決意をされたんですね。で、その後このヤコボさんは何回もスコットランドに足を運んでウイスキーの研究をされたということです。スコットランドで最適の大麦を選定をして、で、グラッパの蒸留所なんで、いわゆるあのウイスキーのポットスチルは持っておられなかったんですけども、湯煎式の蒸留機というのはありまして、まあ、グラッパには湯煎式の蒸留機が適しているということで、それを改良してウイスキー用に作り変えたということで、そちらで蒸留をして、オークダルで5年間熟成をして、さらに1年間アマローネカスク、ワインカスクですね、で追熟をされたということで、 700ml でアルコール度数が43度、価格が7920円の税込みということでございます。最初にご紹介をしたこのボトルのデザインなんですけども、こちらのポリ蒸留所のボトルはね、全てこのデザイン、ジンも蒸留されてて、グラッパも蒸留されてて、全てこのネックの細い形のものがボトルデザインになってるということで、これウイスキーアドバイザーが仕入れてきたんですけど、これはなんで仕入れてきたんや、これ。なんとなくですらしいです。イタリアってなってか、それだけかい、うん、これ珍しいよな、これウイスキーで、これレストランの水の出方、そうね、これがさ、また心もたないね、なんかカチンってしまんねんけど、ええ加減というかイタリアっぽいっていうかさ、イタリアやん、イタリア、まあ、ちなみにこういう缶に入ってきてるんですけど、この缶もね、来た時にね、もう後ろペコペコですわ。まあイタリアで当たったんか、日本来てからペコペコになったか知らんで、いい加減かなと思ったりしますね。はい、ということでお色の方がこんな感じで、5年熟成、あのいい感じの琥珀色をしております。ジュニパーベリーの香りがとことなくするよ、ね、ちょっとあのみんな来てこれ飲んでみてください一部の人になんかジュニパーベリーの香りするなんかあったよな、最近なんか何だったっけ、ブレンモーレンジフォレスト、ナッティな感じもあるし、タルカンはそんな感じひんよな、あとちょっと梅っぽくない香り、ほんのりスモーキーあるよな、飲んだらな、めちゃめちゃチョコレートの感じあるな。湯煎蒸留っていうのはどっちかというとフルーツ系のブランデーに適してるって言われてんねん。ただそれとジュニパーベリーとはあんま関係ないやな。フルーティーなニュアンスもあるし、ビターな感じもあるし、で、ほんのりとスモーキーやし、加水で飲んでみたいと思います。ジュニパーというよりもフルーティーな、あのレーズンとかプラムとかそのあたりのニュアンスが出てきよるな。ビターチョコレート、
あのニュアンスはとても加水でも感じられますね。ウイスキーイベントでね、うん、名前は伏せるけど、うん、ジンを主に作ってるところがラムを作ってみましたってやつを飲んだんよ。原料にはどう考えてもジュニパー入ってへんねんけど、明らかにジュニパーの香りがもうファーストノートから爆発してて残っとったんやな、ジュニパーやな。それと似たような感じやから、あのジュニパーベリーの香りって結構強いね、うん、だからなかなか除去できへんのかもしれんから。桜尾とかめちゃくちゃ洗ってるらしいから。あ、なのでまあこれも先ほども言いましたジンを作っておられるので、まあ、そのジュニパーの香りが若干残ってるのかなと。ただ嫌な感じじゃないよな。氷を入れてロックで飲んでみたいと思います。ロックが一番うまいですね。冷やされて、あのさっき言った梅とかプラムの感じ、フルーティーな感じ結構バーって出てくるね。ストレートちょい加水よりもちょっと冷やしたロックの方が私は個人的に美味しいと思います。フルーティーさがとても出てきます。炭酸入れてハイボールでも飲んでみたいと思います。青いのジュニパーが気になるな。香りがあのジュニパー系のものがちょっとついて回るというか、やっぱあるな、うんうん、このアマローネの香熟感があんまり出てないよな。アマローネ感はない。うん、1年間のまあアマローネ感っていうものの自体の情報量まだ俺少ないから、長浜とアランぐらい。アランやな、うん、その2つでもその2つの共通項としてはアマローネ、まあ独特の甘さもあるやんか。これそこまでのそういう独特の甘さはないな。これもまたアマローネなのかもしれない。僕らが思ってるアマローネのその追熟の感じはあまり感じない。どちらかというとビターチョコレート、あとスモーキー、あとまあレーズンのようなあのフルーティーな感じを前面に感じました。はい、ということでこれが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram の方もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。お前ポキッと折れそうやんな、このネック。頼りない。なんでこんな映画面というか、もう細いことに細いすんねやろな、これおしゃれやこれ。おしゃれや、これバランス悪くない、この太さに対しての。このおしゃれ、おしゃれや。え、おしゃれや。イタリアやったら何やってもおしゃれみたいなところがあるのかな。おしゃれ。これをしまいに潰れよって。この品弱いと思う。これ弱いやろな。これそもそもさ、ここに穴開けてあるやん、うん、このネックにこの細い上に、ね、穴開けたらこれパリーンっていくで、これはっきり言うて。うん、あでもハイボールやうまいわ。これハイボールが一番いいかもしれん。あのロックかハイボールやな。ということでおしまい。